こんにちは、サンロードの花園です。最近ほんと寒いですよね。寒くなりますとイチゴ美味しいですよね。ただいまイチゴが旬でございます。この前鹿児島県のですねイチゴのソフトクリーム屋さん行ってきたんですけども、そこのイチゴがめっちゃ美味しかったです。イチゴということで、お菓子売り場でですねイチゴ味のお菓子いろいろとご準備いたしております。いろんなイチゴの味のですねお菓子がございます。例えばですねロアンヌのイチゴやシルベーヌのイチゴ、バームロールにエンゼルパイなどですね、その他にもいろんなイチゴ味のお菓子ご準備いたしております。これから忙しい時期を迎えますけれども、疲れた時などにですね、こちらイチゴ味の甘いお菓子などを食べてですね元気づけて年末年始乗り越えて頑張っていきましょう。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。